ばんは、キャラバン京子です。始まりましたキャラバン京子のデタラメな夜。この番組は音楽とおしゃべり、そしてお酒を皆さんと楽しむ30分です。今夜もここ吉祥寺ロック&ソウルバーチェーンギャングからお送りしています。お手伝いいただくのはいつものこの方です。こんばんは。無洗米、洗うとちょっと残念、ハッシーでございます。洗っちゃったの？あんまり買わないんだけどさ、うん、スーパーで売ってなくて、うん、無洗米たまに買っちゃうわけ、うんうん、で楽なのよあれ。そうよ、意外と洗うか洗わなかったさ、結構手間、大したことないんだけど考えれば。でも楽なのよ、洗わないで炊けると。楽。この間ね、なんか違いしたかね、ちょっとガシャガシャっとやっちゃってね、うん、炊いたら意外とスカッとした味になったのね。あ、結構念入りに洗う人？いや、そうでもないのよ。あんまり今の米ってね、洗わなくていいって聞いたもんだから、まあさっとやるだけなんだけども、うん、あ、それでも無洗米洗うとね、なんかこう、なんか確信のない味になってしまってさ、ちょっと残念だった。そうなんだ。そうなのよ。へえ。細かいところだが勘違いはしない方がいい。はい、教訓を得ました、はい、特に食事関係は気をつけましょう。気をつけましょう、はい、気をつけないといけない。そうね、はい。新しい朝ドラ始まりましたよ。私も本当にドラマというものを見る習慣がなくなって申し訳ないんだけれども、うん、どうやら沖縄のドラマが始まったらしいということは知っているし、そうそうそう、私の知っている人も絡んでいるので。あ、そうなの？本当は申し訳ないんだけれども、ね。じゃあ、あれじゃん、うん、一応見てるって言っといた方がいいじゃん。いや、ごめん、見てないそう、ちむどんどんらしいね、うん、まあ、多分ちむどんどんぐらいのイントネーションの方がいいかもしれない。あ、なんかね、まだほら子供時代なのよ。そうなんだ、うん、大概子供時代から始まるよな。そう、最近すごいなんかそのなんかちむどんどんっていうより、うん、なんか食いしん坊の話みたいな感じ。ああ、ガチマヤね。はいはいはい、はい、ああガチマヤって言うんだ。そう、食いしん坊のことはガチマヤと言います。あ、なんかね、やっぱり時々、うん、全然意味わかんないっていう言葉とか出てくるよね。だっていつ頃の話なのあれ。ね、昭和復帰前。あ、復帰前、復帰前、復帰前、うん、戦争の後、昭和40何年。はあ、はあはあ、じゃあまだ全然アメリカだった頃だ。うん、はっはっは。じゃあそこから復帰あたりを挟んだ話になるのかね。そうだと思う。うん、まあ、まあまあ、やっぱり沖縄が随分いろいろ動いた時代なはずだからね。うん、そう、なかなかね沖縄の北部の方のやんばる、はい、やんばるですね、うん、はい、の話だからさ、うん、それはもうまあ、細かい話ですけども、ね、たかし君はのお母様は実は沖縄の北部のご出身でまさにたかし君のルーツがそこにある。そう、ね、たかし君がやんばりに住んだわけじゃないんだけれども、半分はねもう半分はそっちにね、そうそうそう、たかし君はルーツをたどればあるんで、うん、それはもうなんか関心が深いよね。そう、でもほらハッシーも沖縄長いこといたんでしょ。長いことつったってもう25年前だぜ。あ、この4月で、ま、沖縄から離れて丸25年になりましたからね。なんか沖縄って本土じゃないや、なんかその、まあ、日本になって50年なんでしょ。まあ本土復帰って言い方するわな。そうね、今年で50年、多分それを当て込んで朝ドラもやってるんだろうし、うん、それを当て込んでいろんなことやってるやつがいっぱいいんのさ。うん、ってことはハッシーはその復帰後25年頃にいたんだ。そうね、そのぐらいだから復帰20年っていうのの節目を僕はそこで迎えたことになるのかな。あんまり数字詳しくないから間違ってるかもしれませんけれども、でも、うん、まだそうね、今よりはこうアメリカの時代の名残が少しは残ってた、もしくはその前の沖縄の雰囲気というものがまだあったような時代にいたような気がする。南部の方にいたの？都心いや、もうほら、那覇で、まあ、南部って言えば南部よ、那覇だから、うんうんうん、南部なんだけれども、うんうん、一番まあね、ケントと言われるところに住んでて、会社から歩いて5分のところに住んでましたから。その時って、うん、首里城ってどうなってたの？首里城はね、まだ、首里の門がね、住宅地の中にポツンと立ってるだけだった。で、私が行って何年ぐらい？ 3、4年ぐらいの時に首里城が出来上がって、うん、
それで、華々しく、もしくはあといろんなこう意見があったりなんかした時代があったわけ、まあ、燃える前ね。2000円札だっけ。あ、2000円札あったね。あれはまたそれからしばらく経ってからよ、うん、守衛の門が出てたよね。そう、まあ、はっきり言ってね、なんだ、当て外れの政策でしたけどね結局なんで自販機もATM も使えない。 ATM は使えたんだっけ。まあでも沖縄ではまだ使ってるはずよ、2000円札。そう、沖縄が一番出回ってるんですよね、確かね、今ね。あ、そうなんだ。一生懸命使おうってみんなでやってたからね。まだ廃止になったわけじゃないんでしょ。だからとりあえず、なんだろう、銀行やなんかに来たらばそれは全部大蔵省に返してるっていう話は聞いたことがある。あ、回収はしてんだ。そうなんだ。ただ県内ではまだ流通してるんじゃないかな。あ、今自販機に入れたりなんかしても通るのかね。いや、もともと自販機ダメだったよ、2000円札。あ、ダメだったっけ。うん、あ、そうなんか、悲しいね、そういうのね。うん、結局沖縄関係でなんかするとそういうなんだ、がっかりみたいな話が意外と多いからね。表はあれ、結局人いないんだっけ。裏が紫式部で表が守衛の門だったっけ。だったっけ。私もほとんど使ったことないから、うん、だからもうあまり反応ができないっていうなんか最近の新500円玉みたいな話だよ。新500円玉この間初めて見た。あれ自販機全然使えないよ。ああ、見た。なんかね、スロットゲームのコインみたい。みんな新しいコインが出るとみんなそう言うんだよ大概するんだけど、新500円玉問題はね、すごく深刻よ、あれは。2色になってるのね。そうなの？色が。全然見てない。うん、だから本当スロット感ある。使えないからみんな使ってないんだ。うん。だから2色って裏表。うんうん。なんかね、円が内側にあって、外側と内側で色がちょっと2色になってる。なんだかひどい話だよ、あれ。なんか使える自販機に直すためにはお金がかかるって大変な話です。うん、じゃあそろそろ今日の1曲目はハッシーの選曲でございます。1976年の全米ナンバーワンです。マリリン・マック&ビリー・デイビス・ジュニア、星空の2人。
You don't have to be a star 星空の2人マリリン・マックとビリー・デイビス・ジュニアおしどり夫婦デュオですね。うん、いやいや好きなんですよ。もうシングル版買いましたから当時中学生が。いや放題が放題あの本当星空全然関係ないから、うん、星空の2人なんだけども、うん、まあ、あなたはね私のショーではスターになる必要はないのよっていう。ショーっていうのはだから、ショー、うん、要するに私の中ではっていうことです。私の中のステージではあなたはあなたのままでいていいのよっていう、ね、もうおしどり夫婦ですから、うん、愛の歌なわけだ。もうでこの2人ってのは要するにフィフスディメンションというグループにいたんです、はいはい、黒人なのにコーラ非常に白人的なコーラスをするという。うん、ね、60年代末ぐらいから非常に人気があった。アクエリアス、はいはい、レッド・ザ・サンシャイン・イン、トンストトン、そうそうそう、トンストトン、あとはあれビート・デ・ジャンプ、わかる、ビート・デ・ジャンプ、放題すごい放題、アップ・アップ・アンダーウェイ、アンダーウェイっていうまたヒット曲もあるわけ。でも非常白人の作った曲、ローラ・リーノなんかもカバーもねシングルで出したりしたグループで、黒人にしては非常にある意味洗練された音で黒人に思われなかった人たち。黒いママさんとパパスって言われたんだよね。あ、そうね。あとほらコーラスブームがあったんですよ60年代末に、うんうん、シンガーズ&リミテッドとか、うん、あのなんだ、レイコニフシンガーズとか、うん、あとなんだ、ロジャー・ニコルズ&スモールサークルオブフレンズとか、うん、これ渋谷系の時に流行ったんだけど、うん、あの白人がすごくこう重層的なコーラスをして曲を作るっていうブームがあって、黒人の側からそれに参加したのがフィフスディメンション。だから黒人のリスナーからするとなんだあいつらはっていうような感じのグループだったのね、うんうん、でもそのグループが出たのがこの間評判だったサマーオブソウルという映画だったわけですよ、はいはいはい、見てないっしょ。見てない。でも見なきゃダメ。あのユーネクストの、うん、リストにあったので追加しておきました。今今収録している今現在でなんだアンコールロードショーをしたサマーオブソウル、うん、もしくは、なんだあ革命がテレビで、放映されなかった頃という放題になっているわけなんですが、うんうん、ちょっと持って回った言い方をしているのはなぜかっていうと、まあ、ご存知の方もいると思いますが、ウッドストック1969年、うんウッドストックフェスティバルがやってた同じ時期にニューヨークのハーレム、うん、もう黒人の地区ですよ当時から、そこで、ほぼ1週間ぐらいにわたって黒人音楽フェスティバルがあったわけ、はいはい、それでいろんなすごいメンバーがたくさん出てるわけさ、うん、ニーナ・シモンだったりスラム・ファミリーストーンだったり BB とかも出てるね。BB も出てるし、うん、スティービー・ワンダーも出てるし、うん、なんだステープル・シンガーズゴスペルのグループも出てるし、うん、ジャズの方からもそれからアフリカ音楽からも出てる、うん、そんなすごいフェスティバルがあってまた何万人という人も集まってでテレビ収録をしたわけ、うん、テレビ収録したんだけどもオンエアはされなかった。うんあまりにもなんていうのかな当時、国民の公民権運動が盛んでそれに対する弾圧も強くてしかもキング牧師が暗殺されてすぐ後の時期だった。なるほど。だからとってもそういう熱の高いフェスティバルだったもんだから、うん、お蔵入りになってた。あそれが今になって発見されてザ・ルーツという、うん、バンドなんだけどもヒップホップをやるグループがある、うんうんうん、でその、まあ、いわゆるプロデューサーだったり DJ だの部あのパートをやってるクエストラブというやつが編集をしてでまたその当時のニュース映画とかあとニュース画面とか、うん、それと面白いのが当時出演してた人たちとかあとお客さんだったり した人たち、うん、それからスタッフに今のその人たちにこの頃どうだったかっていうインタビューをしてそれを挟み込んでで、フィフスディメンションにいたマリリン・マックとビリー・デイビス・ジュニアもおしどり2人してまた出てるわけよ。でこの曲をさっきの曲を歌ってる歌ってフィスディメンションを脱退した後にすぐ後にこのナンバーワンヒットが出てるわけで見事にじいちゃんばあちゃんになってるわけさ。でも非常に相変わらず仲良くあの頃はこうだったのよミュージカルヘアの曲歌わないとねダメだったのよみたいなさ、うん、そんな話をニコニコしながらしててね非常にこういうなんというのか非常に重層的な感じでできてる映画で、うんアカデミー賞でなんとか賞も取ったし、うん、グラミー賞でも取ったしそれで今ねアンコールロードショーをしているという、うん、
これ2021年の映画になってるんだね、一応。そう、去年制作ということで。でも非常に、テレビ用なんで非常にいい絵でも撮れてるんでね、ぜひ見ていただきたいということで CM だ。はい。ゼロのつく日は音楽とおしゃべり、そしてお酒を楽しむラジオ番組、キャラバン京子のデタラメな夜。毎月10日、20日、30日、キャラバン京子の YouTube チャンネルにて公開いたします。ぜひお楽しみください。もう、すごい。いや、もう今ごちゃごちゃ喋ってますけども、CM 聞きな。この映画一番最初に出てくるのがスティービー・ワンダー。うんうんうん。ドラムをタタタタタタンって叩いてるスティービー・ワンダーがあった19歳で。じゃあ、その部分だけは見たことあるかも。どっかで、こう、一番派手な、一番ってこともないけども派手な部分だから、それは予告編かなんかでパッと使われてるかもしれない。歴史的に見ても非常に貴重な映像だし、パフォーマンス。今はどこで上映してんの？自分で調べてください。でも新宿か渋谷あたりやってる。単館系でやってるのかな？単館系で。そうだと思うけどもね。私も一般ロードショーが終わった後に滑り込みで下高井戸で見ましたんで。滑り込んだんだ。滑り込んだんですよ。いやこれはねぜひ見て、やっぱりここんとこのね音楽映画だったらば、あとアメリカンユートピアとサマーオブソウルは見ないとダメだ、なんかウッドストックはね、見たのよ。ウッドストックは見てるさみんな。でも同じ時期だったのね。そう、同じ時期にやってたんだけども、ね、本当に誰、私も知らなかったし、福島さんも知らなかったし、この明暗を分けるみたいな。だからやっぱりその頃やっぱり黒人のパフォーマンスというものがどれだけこうなんていうのか抑圧されてたかというか。でもウッドストックにはさ、スライとかも出てたしさ。でもそれでもやっぱりウッドストックはウッドストックさ。そっか、白人主導のってことか。やっぱり今とはもっと全然違う時代だったということなんだよね。なるほどね。でも中身からすればやっぱりウッドストックに引けを取らない、もしくは今に訴えるものはこっちの方がよっぽどあるかもしれない。なるほどなるほど。絶対見てください。もう今日帰ったらすぐ見ます。いや、劇場に行ってみなさい。小屋行って見てほしい。大きいところで見てほしいね。できるだけまあ音のいいところ。最近また音楽映画いろいろね、ありますし、日本では音楽映画は当たらないって言われてた。ずっと。実際それほど当たらなかったんだけども、あんたはボヘミアンが当たっちゃったもんだから。ああ、見に行った。見た。私まだ見てない。うん、みんないい言ってるから、へそ曲げて見てないですけど、そろそろ見てやってもいいかなとか思ったブライアン・メイがそっくりでびっくりした。フレディはそれほどでもない。フレディはね、あの役者さんはあの役者さんで有名な方じゃない？まあね。うん。だけど、だんだんフレディに見えてくるから不思議なんだよね、やっぱね。いやだから、最近、だから音楽のドキュメンタリーがまた結構来るようになって、私またいろいろ見たいです。さすが、いろいろ見に行ってる発信。やっぱりスパークスとフランク・ザッパーは見るでしょうっていう話です、あとスージー・クワトロとか、スージー・クワトロとか、あとリンダ・ロンシュタットのドキュメンタリーもあるんだよね。なんか見た見た。リンダちゃん見たいわ。リンダちゃん若い頃可愛かったのよ。おばちゃんか。近所のおばちゃんか。もうタヌキみたいな顔してるんだからリンダちゃん。もう愛くるしい。だからもういろんなね、いろんな人とね、浮き名を流してね、みんな兄弟だったんだよ。イーグルスみんな兄弟らしいよ。ひどいこと言ってるね。リンダロンシュタットってそういう人なんだ。いやもうモテるでしょ。いやモテるはモテるだろうね、ちょっとスリムすぎるけど今考えるとそれはいいこなしか。いやリンダ私の中で今リンダロンシュタット再評価なの。ここでもかけたいと思う、もうヒット曲みんなカバーよ。カバーデスペラードとかさ。えデスペラードとか、ね、デスペラードシングルにならなかったのよ。もう何でそのなんだカバー曲を全部自分のものにしちゃうから、ね、素晴らしいですよ本当に。ということで曲かもう。そうですね。そんな話した曲だ。はい。今月は、キャラバン京子は、アンブレラフラワーを聴いていただいてます。はい。聴いてください。はいはい。広がってる広がってる止まない Living the Breakers Blues
始まりのモーション流れてくウェストタイム秒針をモーション京子でアンブレラフラワーを聴いていただきました。これもかっこいい曲ですね、はい、カバー曲ではない、チャ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 っていうリズムが好きです、ね、キャラバン京子はオリジナルもたくさん持っています、はい、まあ、そういえばあなたはあの、ね、あのジャニス・ジョプリンのカバーの人ですから。あー、そうね、もう何年もなんかそう言われると久しぶりだけど、そうね、うんうん、いやだからライブ見たいやりたいという話ですが、はい、はい、ライブです。もうお知らせ、告知があるんですよ、はい。びっくりしたことに。本当に。私も今さっき聞いて、キャラバン京子ワンマンライブ2年ぶりですよ。なんとあります。決定しました。はい、すごい。驚いた。6月4日。はい、もう日にちが出てます。6月4日、はい、土曜日です。はい。高円寺にあります、うん、老舗ライブハウスジロ吉で。すごいな。もう。はい。ロキチはなかなかできないよ。うん。あのキャラバン京子ワンマンライブ、フルメンバーで、もちろんハッシーも出演しますので。なんと今オファーが来ました。今抑えられました、私。はい、抑えました。びっくりしました。はい。ぜひ遊びに来てください。結構ね、この番組を聞いていただいてる、特に僕の周りの方々って、キャラバン京子を見たことがない人はほとんどなのよ。うんうんうん。正直な話。いや、そうだと思う。だって、ライブができなくなったから、ラジオ始めたんだよ。始めたんだよ、そういう。忘れてたよ。そらそうで。ああうん。だから、ね、当然、聞いていただいてる方は、キャラバン京子をご覧になってない方が多いんですが、そういった方々にこそ見ていただきたい。はい、もうそうですね。びっくりするぞ。うん。するかな。もうあれだよ、受験で運使い果たしたとかお父さんに言われただけじゃないんだよ、キャラバン京子は。そう、2年ぶりですよ。本当アコースティックじゃなくてフルメンバーで。そう。で、まあちょっと聞かないとわかんないんですけど、ジロキチさんだとさ、うん、配信もあるかもしれないのよね。ああ、今時はジロキチだったらやれるでしょ。うん、そう。そう。なので、東京じゃなくても見てもらえる。ご遠方の方にもご覧いただけますし。うん、もうぜひ全国の飲み屋でリアルタイムで流していただきたい。またそれを。そうか、そのアイディアもあるよね。うん、画像でもいろんなところでご覧いただけますし、はい、もちろんジロキチに来ていただいてということで。
いいね、よかったね。ねやれるね、はい。ミュージックチャージ3500円、まあ決まってます。あ、決めたの？はい、決めました。はい、プラスワンドリンクということで。マネージャー知らないっていう、はい。ぜひ6月4日ですね、スケジュール私に1日空けといてもらえると嬉しいです。いや、半日でいいですから。半日で、うん、まあまあ、ちょっと変に混ぜ返すつもりはないけれどもね、その時期に状況がどうなったりかわからないんですけれども、まあね、うん、先にこう希望を持ってですね、しっかりと今、うん、スケジュールを組みましたんで、はい、ついにネタ、うん、キャラバンが動くわけですよ。あ、またね、キャラバン教皇、ほろ馬車に乗っていろいろあちこち行くのがこのキャラバン教皇というコンセプトでしたから、はい、そう、そろそろメンバー集めてリハビリを始めないと。そうだよ。意外と時間ないよ。ねえ。考えてみよう、うん、そうなのよ。もうすぐ5月だもん。そうね、うん、あとゴールデンウィーク終えたらもうすぐだよ。そうそう、本当に時間が経つの早いですよ。まあ、非常に腕の立つ、しかも実にこうチームワークの良い、うん、何声をかけると飲み会でも来るというすごいバンドの皆さんなので、そんなにね、手間はかからんとは思いますが、うん、まあでも私自身がさ、うん、そんなもう人前で歌うって、ライブってどうやってやるんだっけって感じよ。何言ってんだよベテラン。いやいやいや、何年やってきてるんだって、うん、まあそうなんだけど、冗談じゃないよ、うん、意外とあれどんな感じだったかなって思う。、うん、でもなんかね、今からしっかり準備をして、うん、ね、もう2年分のパワー全開で、やりたいと思ってますので、ぜひ期待して遊びに来てくれる。残り時間少ないけれども、またこれから毎回ですね、告知することになると思いますが、どんなことやりたいと思ってるの今のところ。ライブ、うん、どんなこと。だから、まあオリジナルはやる、まあオリジナルやるし、カバー、過去のカバーもやるしね。ジャーニスやるの。ジャニスは、ジャニスの時にやろうかな。あ、またもったいぶりよこの人は。それ以外カバーって何してたっけ。なのでいっぱいやってんじゃん。I put the spell on you。ああ、そうか。はい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 。いろいろ歌ってますので。はいはいはい、はい。そうか。まあ、キャラバン教皇、いやいやいや。激渋なキャラバン音楽をね。いや、渋いだけじゃないんですよ。相当持ち上がりますからね。うん。ガンガン上がりますんで、ぜひともこう、今のところ鬱憤が溜まってる皆さんは、ぜひとも、まあでも6月ちょっと先ですけれども、うん、お集まりいただければと思います。ね、今から楽しみに、そしてね、健康で過ごしていただければと思います。ね、元気で、ね、6月を迎えてい、きたいと思います。それまで毎回この番組で告知しますから、よろしくお願いいたします。、ということでございまして、番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。キャラバン教皇オフィシャルサイトのコンタクトフォームからお送りください。もしくはキャラバン教皇のメールアドレス、キャラバン教皇アットマークgmail.com まで、もしくはまたこのご覧いただいている YouTube のですね、コメント欄にも、ライブできてよかったね、行くぞとか、そういうことを書いていただければありがたいです。よろしくお願いいたします。番組でご紹介させていただいた方にはキャラバン教皇のステッカーを差し上げております。ゼロのつく日はキャラバン教皇、毎月10日20日30日ゼロのつく日 YouTube にて新しい回をアップします。次回は、4月の30日でございます、はい、ゴールデンウィーク突入中も、そうそう早いね、うん、はい、今夜もここ、はい、吉祥寺ロック&ソウルバー、はい、チェーンギャングから聞こえてくる音楽とおしゃべり、キャラバン教皇のデタラメの夜、お相手はキャラバン教皇とハッシーでございました。じゃあまた一緒にこの店で楽しみましょう、はい、デタラメの夜を、はい、おやすみなさーい。乾杯。ライブ開催。ビールがなくなった。ビールがない。